ね。はい、皆さんこんにちは。こんばんは。先週話したの覚えてますか？長生きしよう思ったら色気と食い気、ね、色気と食い気ありますかね、アボさん？ないな。ない。いや、食い気だけど、この方独身ですからね、色気で迫ってください。独身女性の方、平野さんこんにちは。あ、こんにちは。今日もまたね、はい、金曜日が来たからお話ししますから。あ、そう。よう聞いとってください。先週はね、長生きしよう思うたら色気と食い気、あ、もう平野さん両方あるじゃろ。あ、絶対長生きするわ。いや、まだ若いやつやな。あ、年がいきゃぞ。年がいきゃな。まだ若いんじゃ。まだ若いけん子供が作れるかもしれんで。これはできりゃできりゃ。はい、今日はね、はい、だいぶ涼しくなってきましたね、はい、で外はね、もう20度切って14度、5度とかね、寒いです。だから窓開けて寝てるともうすごく寒くなります。でこれから冬に向かいますね。冬に向かう。そう、冬というのは、人間も人生だんだん冬になってきますけどね、また冬の先に春があるんです。ぐるぐる回りますからね。で、冬を乗り切るためにはどういうことに注意しないといけないかということで、人間年を取って人生の冬に向かう人は冷えて固まって乾いてくる。冷えて固まって乾いてくるね。冷えて固まって乾いてくる。だいぶ乾いてきてるでしょ。いよいよ乾いたらミイラになってしまいますね。冷たくなってミイラになって固まってしまいますから、そうならないようにするのをいろいろな方法ですね、長生きの習慣を皆さんにと一緒にやってます。はい。で、今日ご紹介するのはたちまち体を冷やさない工夫。体冷やさない工夫で、特にこの首から頭にかけて冷やさない工夫を私はもう4年前から研究しておりまして、ここに取り出したりますは、このさらしの布、このさらしの布で、日本手ぬぐいだとちょっと短いんですね。で私はこの、八田の徳田の呉服店でね、このさらしの布10メーターを買ってきて、でこれを7枚に切る。だから1枚の長さがこの人広いでね、手を広げた、だいたい男の人のネクタイがそのぐらいの長さです。で、こういう長いさらしの布をどうするかといえば、こう長いやつね、これを首に巻く。首に巻きますね。首に蓋巻きして、襟のとこへ、ここへ入れとくと。でこうやるとぬくいです。でこれもうすでに去年か一昨年からやってる人がおるね。やってるね、やってますね。2年前はね、お寺さんにもう山ほどいただいたんで、もうタダでお分けしてたんですけども、それがもう全部なくなりましたから、今これ100円でお分けしておりますので、100円で。私もね、私は4年前からやってきて、巻いては洗濯し、巻いては洗濯ししてたら、もうこれボロボロになってね、こう破れてきたね。でちょっと匂いも臭い。自分の匂いがついた。長く使うほど肌に馴染んで、綿ですからね、汗も吸い取ってくれます。夏でもね、喉冷房で冷やさないようにするためにね、巻いてね。昼間はね、昼間はこれ巻いとっとちょっとあれですから、やっぱおしゃれにね、こういうものを巻いとくと、こういうものとかね、ハンカチを巻いとくといいと思いますけどね。喉を冷やすと風邪をひきやすくなります。それでいよいよ、まあここはいいですけどね、家に帰るともう隙間風だらけで寒いという日がありますからね、そういう時はね、これほうかぶりをする。ほうかぶりね、ほうかぶりして頭とか耳を隠すととてもぬくいです。ほうかぶりした上でこう後ろでこう結ぶわけね、ギュッ
と結ぶと首が締まりますからね。こういう風にすると得意ですね。で、我が家でこれやってるとね、泥棒が来たらびっくりして帰りますから、泥棒よけにもいいかもわかりません。で、いよいよ真冬になると私はさらにこの上にね、帽子をかぶります。帽子をね、完全防備で。でも手袋でも、もう我が家は寒いんですよ。もう隙間風ヒューヒューでね、こういう格好で寝ております。まあここはね、年中24、5度のね、常春の状態ですから、ここまでせんでええですけども、ちょっと油断すると、特にね、今冷房が切れて今度暖房が入るまでの間がちょっと室内の気温がね、こう変化する時がありますので、まあ帽かぶりはせんまでもね、これをこう首に巻いて喉を冷やさんよ、ね、風邪は喉と鼻からやってきますからね、喉を冷やさんようにすると喉の粘膜の抵抗が増して、風邪のウイルスをやっつけてくれる。あとね、乾かないようにしっかり水分取らんといかんね。温かい飲み物を飲んで、固まらないように4階に上がって体操してください。で、ここでもよく歩いてる方いますけどね、いろんな体操があります。体を動かすこと大事です。で、最後にもう一回言いますね、先週は長生きしよう思えば色気と食い気だったね。色気と食い気だから、男の人はこの平野さんみたいなの見習ってくださいね。平野さんね、色気と食い気で長生きしよう、平野さん。まあまあな、食い気が一番、食い気が一番、色気が2番。はい、ということです。今週はね、この3つを覚えてくださいね。長生きしようと思えば冷えて固まって乾いてくるから、その逆をやりましょうね。冷えないように体を温めましょう。固まらないようによく動かしましょう。乾かないように温かい飲み物をしっかり取りましょう、ね、この3つを、心がけていただくと、春になっても皆様元気で、来年は100歳を迎える方がここの施設で3人もおりますからね、それを目指していきたいと思います。はい、以上で終わります。ありがとうございました。